速稼塾の久保です。今回はですね、ペンデュラムという占いの方法で新型コロナウイルスと日本のね、情報と比較していただきました。まあどういうものかと言いますと、細かいところはね、ちょっとこうコンテンツの内容とかこの舞姫さんのね、コンテンツに関わってくることなんで私からお話しませんけども、まあざっくり言うと日本で流れている情報と中国で流れている情報とにどのぐらいのね、こうブレがあるのかってことをこのペンデュラムでやっていただいてるんですよ。これを発展させていって実際はどういうふうなね、ところから原因があるのかとか、どういうふうに対策していけばいいのか、そしてこれから世界の病ウイルスこういった情勢はどうなるのかってことがまだ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 ね引き出せていくんではないかなと思いますけど、今回はねそこら辺は語られていません。まあとにかくペンデュラムっていうのはどういうものなのか、ちょっとね触りのことだけを見ていただければと思いますので、動画説明欄から舞姫さんの動画の方をどうぞ。ペンデュラムでねこうやって占ってくれています。